あっという間に過ぎます、はい本当にあの、ね、中身の強いあの仲間同士のです、ね、交流ができたことを心から嬉しく思います。これもですね、八代プロ役さんのですね、仲間と一緒にですね、そのつながりの中で、それぞれ集まったということでですね、またいつか会いましょう。あのきっとまた社長がね、企画をしてくださって、何月何日集まるよということをね、おっしゃるので、ぜひその時は集まっていただきたいと思います。私は九州ラーメン党ですけど、九州ラーメン党はですね、ボランティア活動をやってて、先ほど皆さん方からですね、ラーメンを買っていただきましたが、この収益金はすべて、もう1円も私のところに入ることはありません。あの被災地の方たちのですね、ラーメンの炊き出しに行きます。一番これから先早いのはですね、10月10日に芦北町に600杯のラーメンを届けるということもありますので、またこれあの社長を通じてね、ご案内があると思いますので、あの時間のある方はぜひまたそこの方にぜひ参加していただきたいと思います。今日は本当に何度も申し上げますが、内容の濃い仲間同士の心からの交流ができたことを大変嬉しく思っています。社長ありがとうございました。ありがとうございました。